阪神甲子園球場です。阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の村上、対するファイターズの先発は右の上沢、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の村上、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、先頭バッターは万波。第9球投げました、決まってストライク。1球目空振りから第2球インロー際どい球ボール。第3球を投げました、打ちました、セカンド左へのゴロ、中野ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番郡司。第1球投げた、高め際どいボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、低めのボール引っ掛けた、これはサード間に合いません、ファウルボール。ボール。第5球投げた、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し抜けた。郡司いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球打った、セカンドライナー、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた、ボール。第2球投げました、2球目空振り、一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め空振り。次は5球目外れた、ボール。第6球を一塁ランナー自動的に打ちました、破った、ライトからサードへ、マルティネスナイスバッティングです。タイガース先制のピンチを迎えます。第9球ボール。第2球投げました、打った、ピッチャー返し抜けた、センターバックホーム、松本いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、空振り、変化球にキレがあります。第3球を投げた、これはちょっと抜けました。第4球は4球目ストライク。第5球投げた、フォーク、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ、リプレイです。村上ツーアウト満塁のピンチでしたが、後続をピシャッと抑えました。タイガース大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。右の上沢マウンドに上がりました。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは近本。第1球ストレートはボール。投げた、ストライク。投げた、低め決まってストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、アウトロー際どい球ボール。次が5球目、投げました、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、ファースト左へのゴロ、郡司そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番中野。第1球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、内角高め、ボール。第5球
投げた、これは外れてフォアボール。バッターは3番森下。第9投げた、初球から打ってった、右中間へのフライですが取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、センターからサードへ、大山ナイスバッティングです。タイガース先制のチャンスを迎えます。第9投げた、ボール。まずはインコース高め。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。次が4球目、投げました、変化球ストライク、インローへ。さあ5球目、ストライク、タイミング合いません。第6球をランナー自動的にスタート、引っ張った、ダイレクトで当たった、タイガースまずは1点先制、タイガース2点入りました、2対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。2アウトランナー2塁となりまして、ノイジー。第9投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。1回の裏が終わりまして2対0、タイガースまずは先制しています。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは上川畑。第9外れた、ボール。第2球投げた、流し打ち、どうだ、これは左に切れていきます、見送ってボール。投げた、打った、レフトへのフライになった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番奈良間。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、打った、5球は3球目投げた、ボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、アルボール。第6球を投げました、外れた、ボール。第7球は打ちました、いい当たり、センターへ上がった、センター下がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー上沢。第9投げました、ボール。投球これから2球目、決まった、ストライク。投げました、カットボールはボール。さあ4球目、見送ってボール。第5球投げた、打ちました、ライト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。村上三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって2対0です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは坂本。第9投げた、初球スプリット空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、打ちました、マルティネス余裕があります。バックネットの前でボールをつかみました。左バッターボックスにはキナン。第9投げ、初球空振り、初球空振りから第2球投げた、打ちました、センター右へのフライですが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー村上。
第9球印籠際どい球ボール。投球これから2球目、空振り。第3球打った、レフト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。タイガース三者凡退に打ち取られました。2回が終了しまして2対0です。ファイターズこの回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの万波、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第3球は打ちました、右中間へ持っていきましたがライト落下点に入りました。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番郡司。第9投げた、高速シンカーはボール。さあ次の投球、完全に外れた、ボール。第3球はフォークボール、空振り。第4球を投げました、打ちました、サード左、佐藤取った、一塁送球、あーっと高い球、記録はサードのエラー、サードのエラーです。三塁送球、さあここは抑えたい場面、バッターは清宮、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。インコースボール。第2球投げました、打った、三遊間のゴロ、木南ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ストライク、タイミング合いません。第2球外角高め際どい球ボール。投球は3球目、投げましたボール。次が4球目、投げましたボール。第5球投げました、これは引っ掛けた、ショート左横のフライになりました。取ってこれで3アウト、チェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズセカンドランナー残塁、3回の表が終わって2対0です。タイガースこの回は打順よく1番からの攻撃、左バッターボックスはトップバッターの近本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。低めの球空振り、145キロストレート。第3球はおっと当ててしまった。近本どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今ベンチからグラウンドに戻ってきました、大事には至らなかったようです。第9投げた、外角低めボール。投球これから2球目、これはストライク、2塁走、これは悠々セーフ、盗塁成功です。リプレイをご覧ください。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、7番落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。初球引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げた、インハイ、外れてボール。振り返って二塁牽制球、第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、打った、ショート左へのライナー、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました、スプリット決まってストライク。第2球投げました、打ちました、郡司掴んだ、郡司一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウト、チェンジ。二塁ランナー近本残塁に終わりました。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは松本、投球これから2球目、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、入った、ソロホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは6番野村。第9投げました、打ちました、
スタンドに入りました。ファール。第2球投げました。アウトロー。外れてボール。第3球を投げました。ボール。投げた。外れた。ボール。投げた。打ちました。ファール。第6球を投げた。インコース引っ張った。三塁線ライナー破った。野村、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスは上川畑。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた。バントした。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。タイガース同点のピンチを迎えます。第2球投げた。ボール。第3球は打ったいい当たりだ。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。奈良間ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。バッターはピッチャー噂は第1球ランナースタートを切った。いきなりスクイズ。ボールを取る。ピッチャーから一塁送球。スクイズ決まった。タイガース追いつかれました。2対2。同点の場面映像でご覧いただきましょう。打順はトップに帰って万波、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました。外角低め見送ってストライク。第3球を投げました。打った。ファールボール。第4球を投げました。打ちました。三遊間一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。最後はいい守りを見せてくれました。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。投げました。真ん中ストライク。伸びのあるストレート。第2球見送ってボール。第3球を投げました。直球見送ってストライク。第4球を投げた。直球低めボール。第5球投げた。148キロ直球。空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。投げた。ナックルカーブ見送ってボール。まずは高め。第2球投げた。2球目空振り。投げた。空振り。バッター追い込まれました。次は4球目投げました。低め空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは7番坂本。第1打席はファールフライに倒れています。投球これから2球目打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。4回までが終了しまして2対2です。ファイターズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは郡司。初球フォークボール空振り。第2球投げました。ボール。アウトローへ。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。打った。左中間のフライ取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番清宮。今日はセカンドライナーとショートゴロ。第1球投げた。高速シンカー見送ってストライク。第2球投げた。打った。第3球を投げた。真ん中空振り三振。村上3球で仕留めてみせました。投げた。低めストレートは外れてボール。投げた。低めフォークは外れてボール。
第3球を投げました。ボール。投球これから4球目。インコース高め空振り。伸びのあるストレート。第5球投げました。打ちました。これはいい当たり。入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく。ホームランだ。ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。右バッターボックスは松本。第1球投げました。ボール。第2球投げました。外角高め空振り。キレのある変化球。第3球を投げました。打ちました。次が4球目。投げた。打ちました。投げた。外れた。ボール。投げた。打った。引っ張った。ファール。投球これから7球目。引っ張った。松本追い込まれていますが粘ります。打った。木南ボールを掴んだ。一塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって3対2。村上この回さらに1点を失いました。5回の裏1点を追いかけます。タイガースの攻撃、先頭バッターは木南。第1打席はセンターフライに倒れています。ファールグラウンド、ボールを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは小野寺。第9投げた。スプリットはボール。まずは内角。第2球投げた。追っつけて打つ。これは内野ゴロ。郡司自分でベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って近本。今日はファーストゴロとデッドボール。第2球投げました。流し打ち。ライナーだ。打ったバッター一気に二塁へ向かう。近本ツーベースヒットを放ちました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ同点のチャンスにバッター中野、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました。アウトコース低め空振り。投球は3球目。投げました。打ちました。ピッチャー返し。ショートこれは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁ランナー近本、残塁に終わりました。前半が終わりまして3対2です。村上降板。マウンド上ピッチャーは岩佐。今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。打ちました。大山交代。落下点に入った。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番上川畑。投げた。初球フォークボール空振り。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。抜けた。上川畑いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。バッターは8番奈良間。投げた。初球打って出た。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。6回の表が終わって3対2ファイターズ。この回の攻撃はゼロで終わっています。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番森下。今日はライトフライとショートライナー。切れていきます。ファール。投げた。ストライク。バッター追い込まれました。
第3球を投げました。一つ外してボール。第4球を投げました。打ちました。上沢取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには大山。第9球見送ってボール。第2球投げました。ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げました。打った、流し打ち、ファウルボール。第4球を投げました。打ちました、いい当たり、入れば同点だ。レフト交代、ダイレクトフェンスに当たった。レフトからセカンドへ、大山いいバッティングを見せました。タイガース同点のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番佐藤。大きな声援が届いています。第9球投げた、ボール。第2球投げた、高めストライク。投球は3球目、投げた、打った、切れていきます、ファール。さあ4球目、打ちました、ライトへ上がった、ライト落下点、取りました、中継、三塁送球。タイガース、なおもチャンスが続きます。さあチャンスが広がって、ノイジー、今日はレフトフライト、打ちました、初球打ち、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。タイガース三塁にランナーを置きましたが、同点には至りませんでした。中盤まで終了しまして3対2です。代打は今川に代わりまして、今川背番号61。第9ボール。投げた、アウトローを見送ってストライク。第3球外れた、ボール。第4球を投げた、アウトロー空振り。第5球投げました、ストライク、空振り三振、三振に仕留めました。打順は1番に帰って万波、投げました、外角高め際どい球、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、外角ボール。第5球投げた、外、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは2番郡司、投げた、初球空振り。さあ次の投球、投げた、打ちました、三遊間の当たり、木南ボールを取る、ショートから一塁送球、セーフ。先ほどのプレーです。ファイターズダイソーを送ります。俊足の磯畑、一塁に入りました。バッターは3番清宮、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、初球外れてボール。投球これから2球目、ボール。第3球をランナー走った、投球ストライク、キャッチャーに、これは悠々セーフ、盗塁を許します。タイガース外野は浅めの守備を取ります。第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、清宮ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。ファイターズダイソー投入です。江越一塁に入りました。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはマルティネス。今日はホーム、初球を打ちました、ピッチャー右のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、
スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。噂は降板。マウンドに上がったのは玉井。今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました。ボール。投げました。内角低め見送ってストライク。投球は3球目。投げました。打ちました。セカンド正面。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番木南。今日はセンターフライとファールフライ。投げました。初球外れてボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。高め。ボール。第4球を投げた。打って出ました。上川畑掴んだ。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは代打原口。第1球投げた。初球カーブは空振り。第2球投げた。ボール。第3球ストレート見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。ストレートはボール。インコース低め。さあ5球は5球目。投げました。アウトコース高め。空振り三振。原口スイングアウトの三振に倒れました。玉井下位打線を三者凡退0点に抑えています。7回までが終了しまして岩貞降板。ここでマウンドに上がったのは桐敷。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。初球ツーシーム空振り。第2球打った。ファール。追い込んで第3球を低め際どいボール。第4球を投げました。ボール。次は5球目投げました。アウトロー際どい球。ボール。第6球を投げました。打ったいい当たりだ。行ったか。どうだ。入るか。ワンバウンドヒットになった。中継。松本ツーベース。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは野村。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げた。膝元外れてボール。投げた。いいハイ。空振り。次は5球目三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球ボール。第2球投げた。ボール。投球はこれから3球目空振り。第4球はストライク。インコース厳しいところ。第5球投げた。打った。引っ張った。ライト線にボールが飛んでいきますがワンバウンドヒットになった。中継。ファイターズ1点入りました。4対2上川畑タイムリーツーベース。タイガースなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ワンアウトランナー2塁という場面で奈良間。初球打った。当たり底でのセカンドゴロ。アウト。タイガースなおもピンチが続きます。ピンチヒッターはワン。第1球投げた。初球から打ってった。セカンド左抜けるか。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって4対2ファイターズ。得点差はわずかに2点です。玉井降板。右の池田今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第1球
見送ってボール。第2球投げました。外の球空振り。投球はこれから3球目。ストライク。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。インハイ際どい球。ボール。第6球を投げました。打った。ショートバウンド。ボールを掴んだ。記録はヒット。記録はヒットです。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。近本スタート。ストライクになった。ボールを見る。盗塁成功。タイガース、重要な場面で盗塁を決めてきました。初球ストライクから第2球。ボール。投げました。外れた。ボール。第4球を投げた。打ちました。ピッチャー返し。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。ボール。投げた。ボール。投球はこれから3球目。見送ってボール。投げた。打って出ます。ライトフライ。飛距離は出ていません。掴みました。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。ボール。まずは内角高め。第2球投げました。空振り。二塁牽制。二塁タッチセーフ。投げました。インコース低め空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました。インコース引っ張った。打球はレフトの左へ。ヒット。近本三塁回った。タイガース1点返しました。大山タイムリー。今日これで4打数の3安打。リプレイをご覧ください。左バッターボックスには佐藤。今日2打点を挙げています。投げました。打ちました。1球目ファウルから第2球。2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球は打った。ファウル。さあ4球目。ストレートはボール。投げました。打ちました。ファウルボール。投げた。内角エグルスライダー。空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。8回までが終了しまして4対3。タイガースあと1点を追いかけます。霧式降板。マウンド上は島本。最終回1点差でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げた。変化球ストライク。高め。変化球にキレがあります。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。スライダーボール。第5球投げた。打ちました。さあ6球目投げました。打った。これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。見送った。ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの磯畑。第1球ボール。第2球投げました。スプリットはボール。投球は3球目。投げました。見送ってストライク。第4球はボール。第5球投げました。打ちました。レフト前に出る。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。先ほどダイソーに起用されましたバッターの江越。
第1球投げました。スライダーボール、まずは膝元。第2球投げた、外のボール引っ掛けた。サード右横のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マルティネス、今日5度目のバッターボックス。さあ次の投球、スライダー空振り。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、空振り。キレのある変化球。次が5球目、ボール。投げた、打った。ノイジーボールを掴んだ。サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって5対3、タイガース貴重な1点を奪われました。池田降板、そしてマウンド上はクローザー田中。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。ボール、まずは低め。第2球投げた、フォーカーストライク。投げました、まっすぐ空振り。第4球は外、高速スライダー外れてボール。第5球投げました、高速スライダー見逃し三振。右バッターボックスは7番坂本。第1球ボール、投げました、ストライク。第3球を投げました、3球目空振り。伸びのあるストレート。投球これから4球目、打った、ファール。さあ5球目、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。坂本ツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。バッターは8番木成。第1球アウトコース高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、ストライク。第3球これは引っ掛けた、センター方向へ持っていきましたが取りました。ここは意地を見せてほしい。代打は糸原。背番号33。第1球変化球ストライク、アウトローへ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、低め、外れてボール。第5球投げた、打ちました。伏見余裕があります。ハードグラウンドで取りました。ゲームセット、タイガース2点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは松本、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対3、タイガース2点差で敗れました。勝利投手は上沢、敗戦投手は村上、そして西武は田中。タイガース残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。